共産党・小池晃が大出現、濃厚接触者、電通と中小企業庁に。本日、共産党の小池晃さんがツイッターにて、電通と中小企業庁に対して、10年以上にわたる濃厚接触者だったと発言してしまいました。この小池さん、国会議員だけではなくてですね、医師という立場も。 あるはずなんですけどもそういった医療関係者の方がこの濃厚接触者という言葉をですねこれだけ軽く使っていいんでしょうか小池さん先日麻生大臣の国民の民度が違うんだという発言に対して世界中が絶句する暴言と主張されておられましたけども小池さん世界中が COVID-19 に 苦しんでいる中でこのような暴言を吐かれてしまっておりますので直ちに国会議員としてまた医師としてこの暴言を最低でも撤回していただくようお願いいたします以上になりますご静聴いただきありがとうございました